はい、皆さんおはようございます。さてさて、早速ですね、現在の仮想通貨市況全体の話とビットコインの分析というのをしていきたいと思いますけれども、まずはコインマーケットキャップに見てみますと、だいたいほとんど全面高という感じですね。はい、直近売られすぎてたのが今買い戻されているという状態です。はい。で、今現在の僕のポジションとしては、全体的に今は、裸ロング状態。裸ロングっていうのはヘッジをしていないという状態ですね。で、どこで落ちたかというと、ここでドーンと下げて、で、戻しで、この足ぐらいでショートをして、ヘッジをかけたと。半分ヘッジをしましたと。前回の動画かなって言いました。で、ここで戻してきたところで、売りをですね、入れてって、で、もう一段、来る可能性があったので、で、下のところで、下がったところで、このヘッジを外したらですね、価格自体は下がってるんですけど、ショートで取ってるんで、で、それをまたビットコインに変えればですね、上がってた時に、より増えると。ビットコインの枚数が増えている状態で、価格が上がれば増えると。ここの戻りっていうのが、イメージ通りではありましたけど、結論、もうここでですね、切ったんですよ。で、なんでかというと、ここの戻り、ここですね、この4時間足、これ4時間足なんですけど、ここがね、めちゃくちゃ強い。1時間で受けます。ここでドーンと下げて、6万円、6万ドル台からズドーンと下げて、一瞬取引所によっては5万、前半ぐらいつけて、で、時間かけて、こう戻るも全部売られて、もう一段下げましたと。はい。で、もう一段下げそうなところ、この辺でヘッジのショートを入れた。で、戻ったところ、もう一回ショートを入れる予定。で、結論、ここは入れなかったんですけど、でも、ここで入れたショートっていうのは、ここで離しました。で、今は裸ロング状態なので、価格が上がってくれた方が嬉しいという、今、ポジションになってます。で、なんでここで外したかというと、これ1時間足なんで、23、2日ぐらいかけてですね、こう、押してという状態で、下に行ったらですね、普通はこういう動き期待するんですよ。例えば、こう抑えられて、抑えられ、抑えられて、ドーンとなったら、ガーンと下がっていく動きを期待するんですね。ここもそう。ここなんて、4日ぐらいかけて、戻って売られて、戻って売られて、戻って売られてってなったら、下がったじゃないですか。7000ドルぐらい下がったんですけど、ゾロゾロゾロと。この場合は、こう、2、3日かけて、戻って売られて、戻って売られてなって、で、もちろん下がってるんですよ、ここで。3000ドルちょっとぐらい下がってるんですけど、これ1時間足ですよね。なんで、4、5、ブレイクしたっていうのはここですよね、2本。2時間しか下がらずに、そのまま急速に切り返して、もともと、このブレイク、ここがブレイクした、要は、こういう、こういうトレン、三角持ち合いですよね。こういう持ち合いで、ここの時点ではどっちに行くか、わからないという状態だけど、下に抜けましたってなったら、セオリーとしてはですね、この値幅、5万5千ぐらいから7万、4万7千なんで、8000ドル幅くらいか。なんで、こっから行ったら、
ここから8000ドル幅なんで4万2000ぐらいがターゲットになるっていう、チャートテクニカル的にはセオリー的にはそういう動きになりやすいんですけど、そこをですね、このブレイクしたけど急速に切り返した、これらの非常に強い買いサインなんですよね。要は騙しってやつで、こうレンジ相場から三角持ち合いから下抜けしたら、ここでショーターが入るんですね。あの新規売り、ここでもう売ってる人がいる、売ってる人で、で買ってる人はここで損切りするから走る。なので、まあ、ズドズドっていくはずが、急速にこう切り返すとですね、何が起きるかというと、この辺で売ってた人、僕もこの辺で売ってたんですけど、が買い戻しをするんですね、慌ててね。で、それがここの足ですね、この辺。この辺が、売ってた人が買い戻した足。で、この辺で、この辺で買ってた人はもうね、利益で、で、この辺で、売ってた人の買い戻しを狙った、ロング買いの人が入ってくるんで、またより上がっていくという状態で、このパターンは非常に、たまに見る強い買いパターンで、これ反転したら強い売りパターンになるっていう感じですね。でチャート分析的にはそんな感じで、今はちょっと戻しますと、冷やしにしようかな。冷やしにするとですね、まあここの下落、何日間連続かでもう下げてた 1,2,3,4,5 4日下げて1日だけちょっと戻って、で5日連続で下げてったっていう状態で4万2000ドルぐらいまでいくんじゃないかと、思ってたところがこう強く反発しているという状態で、現状の目線としては、下がっても5万ドル以下では買われるっていう、5万ドル、ここですね。4時間にします。はい。5万ドル、この辺。この辺まで下がったら買いが入ってくると。で、逆、上がったらですね、この辺抜く5万6千ぐらい、抜くのはちょっと厳しいんじゃないかなと。で、まあ、レンジですね。はい、要は。今はこの辺の、価格帯で、動くんだろうなっていうような状況分析をしているという感じです。で、ここでですね、バーンとぶち上がってたのが、まあおそらくこれなのかなというニュースがあって、ニューヨーク証券取引所ビットコイン ETF の上場申請ということで、で、まあ今まで過去に散々 ETF 申請は却下されてきたんですけれども、これはね、ちょっと通る可能性が高いと見てます。で、240日間かな、の申請期間が最大で、審査かかるのが最大240日みたいなんですよ。で、今が4月の27ですから、240日とか8ヶ月後ですよね。なので、マックスでに、今年の12月、末、クリスマスとか、それぐらいまでには、結論が出ると。で、これが仮に、通ったらですね、まあ、今は金融機関とか、まあ、企業とかがバン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 こう参入してきているっていうフェーズで、これが通るとですね、機関投資家もでっかい、今個人投資家、あとは、企業っていうのが買っているという状況から、さらに、大きいお金、機関投資家とかのファンドとかのお金が、流入してくるので、かなり追い風になるという状態です。はい。で、あとは、テスラがですね、ビットコインの一部を売却してたっていうニュースも出てました。で、3万ドル台ぐらいで買ってるのを、直近でですね、4万ドル台で買ってるのを、6万ドルぐらいで売ってるみたいな、一部。10% ほど売っているという状態で、まあ、これは若干ネガティブではあるんですけど、まあとはいえ 90% は保有しているという状態なので、まあ、イメージとしては決算の、発表が控えてたので、まあ、安いところで買ってた分は利益確定して、で株主にですね、ちゃんと儲かってますよっていうのをアピールするために自分売却したのかなというイメージです。
あと、JP モルガンがユーザー向けのビットコインファンドの全提供かっていうことで、これさっきETF の話でもあったんですけど、こういった金融機関ですね、どんどん本格参入をしているっていう状態なので、まあ、以前にまして ETF が通りやすくなっていると。で、もう1個ですね、これテザードルに紐づいた、ドルとペックされている仮想通貨なんですけど、これがですね、つまりはドルみたいなものなんですよ。で、これが昨日かなの午前中にドーンとこう取引所にですね入金されたという。で、テザーが入金されるとどういうことになるかというと、米ドルが入金されたみたいなもんなので、新規で買われるお金が入ってくるから、米ドルが入ってくるから新規で買われる。で、ビットコインが逆にテザーとかになると、資金が抜けてるってことですよね。なので相場的にはテザーが入ってくるっていうのは買いシグナルっていうのが、一般的には考えられています。はい。で、そういうこともあってこの辺で強い切り返しを見せて売ってた人は、僕みたいにショートヘッジをしてた人とかは外してるし、下落を狙って、どこに FX で売ってた税も、買い戻しをしているので、こういった強い足になっていると。で、押しもですね、弱いですね。こうちょっと押しても買われる買われる買われるっていう感じなので、レンジとは言ったんですけど、ちょっと強めっていう感じですね。なので5万ドルまで下がってこない可能性もあります、今日明日とかでは。はい。でも一旦この辺ですね、こう上値、上がったところは、逃げ利益確定し、例えばこの価格帯でも利益確定したいって人もいるわけですよね。ずっと下の方で買っていればもうだいぶ利益出てるわけじゃないですか。でも売りそびれちゃったと、この辺で売りそびれちゃったって人は戻ったところは売りたいわけですよ。なのでこの辺で売りが入ってくるっていうのは十分考えられると、そうなったらですね、また、レンジの下限の方に近づいてくる可能性はあると思います。その辺は、状況を見ながらですけど、買い場としてはいいのかな、いいんじゃないかなと思っています。で、現状は、何もショートのヘッジをしていない状態なので、スルスル上がってほしいとは思うんですけども、ちょっと一旦この辺を、目処に、下で買い直したやつとかは利確して、それで、また下がったところを買っていこうかなという感じで見ています。はい。そんな感じで、またですね、面白いニュースなど、市場が動いたりしたら発信していきたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。